皆さんこんにちは。生演奏の音には迫力があります。ドラムやパーカッションの音を生で聞くと皮膚がビリビリ震えて腹にズンズン響きます。これをスピーカーで出そうとしてボリュームを上げていくと音が汚くなります。これはどうしてでしょう。今回はこの謎を解説して生演奏の感動を再現できる方法をご紹介していきます。生の音が体に響くのは鋭い気圧の変化が体にぶつかってきて振動するためです。人間の体は音に反応して共鳴することが知られています。これを身体共鳴と言います。生演奏の感動を再現するには耳で聞く音の他に体で聞く音の再生が不可欠です。このためには生演奏と同じ音圧を再生する必要があります。生演奏の音量ってどのくらいでしょう。これについてこんな資料があります。 100Hz ぐらいにピークがありますね。いろんな資料を総合するとピークで 109dB が一つの基準になりそうです。つまり2台のスピーカーを鳴らした時リスニングポジションで 109dB の音をクリアに再生することが目標になります。一般的なスピーカーでボリュームを上げるとうるさく感じるのは歪みが増えるせいです。生演奏と同じ音圧を低歪みで再生できるダイナミックレンジの広いスピーカーが必要です。スピーカーのダイナミックレンジは以前ご紹介しました。こんな式になります。この式から能率が高くて許容入力が大きいスピーカーが有利なことがわかります。方式も音を四方八方に散らす音波型より音の塊を直接自分にぶつけてくる保音型が有利です。このような特徴を持つスピーカーに SR スピーカーがあります。これはライブコンサートで使っているスピーカーです。ライブコンサートの音を自宅で出そうと思ったらそこと同じスピーカーを使うのが一番近道です。映画館も同じです。こちらは映画館で使われているスピーカーの例です。音響メーカーが出しているホームシアターのスピーカーとは随分違いますね。スピーカーを選ぶときは1メートル点の音圧を求める必要があります。片チャンネルだと 109dB で OK です。つまり1メートル点で 109dB の音をクリアに再生できるスピーカーを選べばいいということになります。スピーカーの音圧と能率はこのような関係になってます。この式から 109dB 出るアンプの出力を決めることができます。それではスピーカーの候補を見ていきます。ここに挙げたのは保温ツイーターを使ったダイナミックレンジの広いスピーカーです。許容入力は3種類あって半分ずつ下がる形で規定されてます。マックスは一瞬でも超えたらダメという値です。こうして見ると 109dB は余裕で出せそうですが低歪みで再生する必要があります。それはこの3つのどれを参考にしたらいいのでしょう。ここが謎になっている部分です。これを今から調べていきます。まずはアンプがどのぐらい出せるか確認します。今回はヤマハの RX-S600 をダイレクトモードで使います。このアンプのスペックはこんな風になってます。8オームで 55W、 歪みは 0.09% で出るって書いてますね。アンプの歪みを測るためにこんな測定事項を用意しました。100分の1のアテネーターをつけてます。これを使ってボリュームの位置を変えながら無負荷の電圧歪みを調べます。どうでしょう。この辺りから急に歪みが増えますね。
どうやらここから電圧が飽和するようです。この歪みが増え出す手前が実際に使える出力になります。この時の電圧が 15.5V ですから、8オームだと 30W ってことになります。カタログには 55W って書いてましたが、これは RMS じゃなくてピークの値のようです。30W が最大でしたので、そこまでのスピーカーの歪みを調べます。今回測るスピーカーは、クリプシュの R15M とクラシックプロの CSP6 です。スペックは次の通りです。R15M の方が性能良さそうに見えますね。マイクで正面の音を拾って高調波解析します。出力別にグラフにするとこんな感じです。個体差を見るため2本測ってます。結構歪み出てますね。以前ご紹介した真空管アンプのブラインドテストで 1% の歪みは聞き分け困難でした。スピーカーもそのぐらいで収まれば言うことないですが、そうはいかないようです。10% はさすがにわかりますが、5% まではあまり気にならないと思います。歪みは基本的に音を汚くするだけです。グラフを見ると 100Hz 以外は 4% 以内に収まっててほぼ水平に伸びてます。この様子からすると少なくとも RMS の許容入力まで使えそうです。100Hz から急に歪みが大きくなってますから、100Hz から下はカットしてサブウーファーに任せるのがいいでしょう。クリプシュ R15M はこんな感じです。さっきより歪みが小さいですが、個体差がありますね。片方は 10W で 5% を超える歪みが出てます。それと 30W から急に歪みが増える傾向があるようです。クリプシュは別にして、CSP6 は RMS の対入力まで低歪みで再生できそうなことが分かりました。この結果をさっきの表に反映させるとこうなります。許容入力が足りないものとクリプシュを除くと緑の機種が候補になってきます。結構たくさんありますね。大きさもいろいろです。すると今度はどのサイズのものを選んだらいいかという疑問が出てくると思います。よく見る質問にこんなものがあります。こんな話もあります。これに関する一つの指針をご紹介します。右のスピーカーですが、高さが 1.5 メートルあります。左のスピーカーは高さ 0.3 メートルです。スピーカーとの距離は1メートルです。大きなスピーカーは音源が分散してますから、近くで聞くと音像定位がバラバラです。でも遠ざけたらどうでしょう。大きい方を5メートルに遠ざけるとこんな感じになります。見かけのサイズが同じになりましたね。これなら小型スピーカーと同じ音像定位が期待できそうです。このグラフは見かけのサイズが同じになる音源サイズと距離を計算したものです。さっきの大型スピーカーをそれなりの音像定位で鳴らすには5メートル以上離さないといけません。自分の後ろにはスペースがいりますから、部屋のサイズはその 1.6 倍、8メートルはいります。これを小さな部屋に入れてしまうと壁に寄せておくしかないですから、低財波が増幅されて低音がボワンボワンになります。つまり大きいスピーカーを小さい部屋に入れると、定位と低財波の問題からまともにならないわけです。スピーカー選びでは、スピーカーとの距離を把握するところから始まります。
先ほどの候補にあったスピーカーは高さの3分の2が音源の大きさとほぼイコールですから、最低距離はこんな結果になります。上の4つは1メートル以内で使うニアフィールドを前提にしました。1メートルでは音圧が3デシベル上昇してアンプの出力が半分で済みます。そうすると全部許容入力を下回って候補に入ってきます。さっき歪みが大きいからといって跳ねたクリプシも 16W なら 10% 以下の歪みで再生できます。つまり小さなスピーカーでもニアフィールドなら大きな音を撒き散らさずに生演奏の音圧を再生できるというわけです。能率の高い SR スピーカーはでっかいウーファーがついてても低音が伸びてません。ここはサブウーファーで補う必要があります。こちらはサブウーファーの候補です。アンプ内蔵なので能率が分かりませんが、カタログに書いてある灰色のスペックから RMS の音圧を計算できます。これでいくと口径30センチ以上の機種が使えそうですね。低音は面積が大きいほど同じ音量を少ない振幅で再生できます。つまり歪みの面で有利になるわけです。低音の歪みは目立ちやすいですから、ここは可能な限り口径の大きい製品を選ぶのが正解です。これで腹にズンズン響く低音を再現できるはずです。サブウーファーでよく問題になるのが音の遅れです。この主な原因は以前動画でご紹介した低罪波です。皆さんはスピーカーを台の上に乗せて使っていると思います。床に置くと低音がひどいことになりますが、これはサブウーファーでも同じです。スピーカーの床置きはダメでサブウーファーはいいという道理はありません。サブウーファーは台に乗せて自分の正面に配置してください。これで低罪波の影響を軽減できます。低罪波が改善すると次に問題になるのがポートから出る音の遅れです。ポートを塞げば改善できますが低音が減ってしまいます。ベリンガーのサブウーファーにはブースト機能がついてますから減った低音を補強できます。これで応答と低音を両立できそうです。サブウーファーを使うときは必ずメインスピーカーの低音をカットするのを忘れないでください。メインスピーカーから出る低音は歪みが多いですから、サブウーファーに任せるのが妥当です。生演奏の音を再現するシステムのポイントは次の通りです。ダイナミックレンジの広いスピーカーを使う。能率 93dB 以上が必要です。足りない低音をサブウーファーで補います。これは30センチ以上 500W 以上が必要です。メインスピーカーの低音はカットして使います。これで生演奏と同じ 109dB の音圧を低歪みで出すことができます。この音圧が体にぶつかることで体を響かせます。これで生演奏の感動を再現できます。スピーカーには数パーセントの歪みがありました。さらに上の音質を目指す場合はこれを減らす必要があります。歪みは基本的に振幅に比例しますから、振動板の面積を増やして振幅を減らすのが最も効果的です。サブウーファーも保温ドライバーも口径が大きいほど低歪みで再生できると考えられます。生演奏と同じ音圧を歪みなく再生する、これはオーディオシステムの目標の一つと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。